思い出のガンプラキットレビュー集。SD ガンダム G ジェネレーション。百式&メガバズーカランチャー。時は宇宙世紀87年。ティターンズの拠点と化したグリーンの網手、エウゴは、ティターンズが開発した新型ガンダム、ガンダムマーク2の強奪に成功する。このガンダム強奪事件を皮切りに、エウゴとティターンズは全面抗争に突入。戦力の拡充に迫られた両軍によって、様々な新機軸を盛り込んだ新型モビルスーツが開発されるのであった。役式は、テレビアニメ、機動戦士ゼータガンダムに登場する、反地球連邦組織、エウゴの高性能モビルスーツなのでおます。劇中では、クワトロバジーナという偽名を使ってエウゴに参加した、かつての赤い彗星こと、シャア・アズナブルが乗り込み、ティターンズが送り出すよもすえなロボット軍団と、ドッタンバッタン大騒ぎしたすんばらしいモビルスーツなのでございます。そうだ、その通り。いわゆる、シャアが専用機として使用したモビルスーツの中でも、唯一のガンダムタイプのモビルスーツだったのは語り草。当時の巷のガキンチョに言わせるならば、あの黄色いモビルスーツかっこいい。うんうんそうやね。あれは黄色いモビルスーツですよね、こんちくしょう。そんな百式の必殺武器は、メガバズーカランチャーと言われる巨大なメガ粒子砲だったのですよ。パナイネー。この兵器は、アーガマのカタパルトで射出され、百式が装備した後、巡航形態から射撃形態へ変形して使用するのが特徴で、百式とドッキングしたその姿は、かつての、伝説巨人イデオンのイデオンガン。いやさ、波動ガンを彷彿させるいやあんな兵器だったのですよ。あいたたたー。いわゆる一つの、かつてのテレビ漫画時代に誕生したピンチの時に使用される。こんなこともあろうかと用意されていたロマン兵器なのだよ。わかりますー。なんですか。百式はイデオン的なポジションだったのですか。道理でセンサーに光が走る描写があるのも当然ですな、そうですな。なんだかとっても、終盤に白い敵ロボットに苦戦する感じが半端ねー。なんというか本中か、その威力は、戦艦を一撃で撃沈できるほどの威力と言われ、アニメ本編では、ガザシーの部隊を反壊させるなどしたものの、あんまし目標を撃破した試しがございやせん。実際、一撃の威力も高いチート仕様の兵器なのだけれどもね。消費エネルギー量が多いためなのか、百式と合体した発射形態で、長ったらしいエネルギーのチャージが始まり、その間、著しく動きが制限される上に、護衛もなしでやってるもんで、外れたら、撃った百式もろともピンチになるという鬼仕様。ぶっちゃけ、ストーリーの都合上、雑魚は落とせるけども、中ボス以上は落とせまへん。ボス的に即死技が効かないのは、この業界の常識なのだよ初見さん。しかしながら、アニメ本編では、連射の問題を解消すべく、根元パーツを用いてレストアされたゲルググを随伴機として、エネルギーのチャージを試みたことがあったのですよ。まあ素敵。ちなみに、このゲルググは、破壊されたジオンの戦艦の中に放置されていた有名な代物。当時としては、アニメ初出となるジャイアントバズ装備のゲルググは、ジオンフリークが狂気したものなのだと人の言う。後に、エウゴの作戦に参加したのだけども、レストアしたとはいえ旧式のモビルスーツですんで、メガバズーカランチャーにエネルギーをチャージできるのなら、ネモのジェネレーターも完走したのかなど、いろいろとネタが多そうな、酒の魚としては上等なモビルスーツだったのでござりませう。そんなん。嘘っぱちだー。時は2000年8月、プレイステーションソフト、SD ガンダム G ジェネレーション F が発売されるや、巷のガノタからは神ゲーとして絶賛される。G の全てがここに集結、衝撃の F、勃発。これまでに存在するあまたのガンダムシリーズのシナリオを、任意にプレイできる仕様は、アニメ化されていないガンダムシリーズをも世に知らしめるに至った。実に、このゲームによって知られたモビルスーツは数多し、百式はバランスの取れたユニットとして君臨し、序盤のマップ兵器持ちのユニットとして、敵の HP を削るのに重宝されたという。キットの値段は800円。2001年10月に発売されたキットだよん。ちなみに、動画で使用したキットは記憶正しい再販版だよ、こんちくしょう。2000年に発売された G ジェネシリーズの百式のキットに、インジェクションキットでは初となる、メガバズーカランチャーを追加した記念すべきガンプラだったのでございます。その、通り。さすがバンダイさん、やってくれたぜ。俺たちは、こういうキットを長い間待ち望んでいたのだよ。ある者は、このキットを徹底的に回収し、またある者は、レストアのゲルググを連結して遊んだものだと人の言う。何せ、モビルスーツと同サイズのメガ粒子砲なんて、よほどじゃなきゃキット化しないと思われるだけに。ひょっとしたら最後の立体化かもしれないキットは、
当時のモデラーの愛の金字塔として君臨したのだよ。わかれ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。ぶっちゃけ、当時のバンダイさんは、SD でマイナーなアイテムを連発してましたので、これもその流れなのだと認知されていたのは確かやね。まあ、SD にアレルギーがある人なんかは、なんでリアル体系で出さないんだよ、などと憤る人もいた問題。そうかそうか、よかったね。なるへそなるへそ。そんな時は、思い切ってこのキットを何個か買ってみ合う。そんなお布施が積もり積もって、きっと買いの道が開かれるかもしれん、かもしれん。などと、寝言ばかり言っていてもしゃあないねえ。キットとしては、特に頭部の出来が秀逸で、必要最低限のディテールしかついてないものの、シャープな造形は SD とは思えない出来栄え。武器は、ビームライフル、グレイバズーカ、ビームサーベルと、基本的な武器が付属し、グレイバズーカは背部に装着可能だよん。このキットの売りであるメガバズーカランチャーは、発射形態をざっくりと再現。両方のグリップを両手で逆手に保持する仕様なので、巣立ちでも安定しており、倒れにくいのが嬉しいねえ。だが、しかーし、百式の成型色が変更されたことで、違和感が半端ないパティーン。いわゆる一つの、エクストラフィニッシュの一つの形。なんじゃねえかと思ったりする今日この頃。ベースキットでは黄色だった部分が黒の成型色に変更され、その上から金色の塗料を吹き付けてるのよ。わけわかめ。なんつーか、塗料の色味が下地の色に影響を受けるのは当然しかり。当然ながら暗い金色になるもんで、パチ組みしただけでは、間違っても、箱の作例みたいな明るい金色にはならないのですよ。まいったね。しかも、アンダーゲート方式じゃないので、ゲート後にランナーの本来の色が出ちまう上、色分け用のシールが明るい金色なので、貼るとすんげー浮いちまうんだよ。あいたたたー。だもんで、人によってはすでに持っていた百式を使い、この百式は、壊れた時の部品取りにストックしたやつもいた問題。G ジェネーフのユニットとしての百式は、機動戦士ゼータガンダムのジャブローのステージあたりで、百式に経験値を集中させてエースにするのが鉄板なのよな。設計だと、ガンダムマーク2とメガライダーが必要になりますからに。しかし、まさに8月発売の G ジェネの百式を買っていたならね、ちゃんと黒歴史コードが載っていたのだよ。感動の嵐。そんなこんなで百式を入手してもだよ。大抵の人はゼータガンダムが欲しいので、まず、プロトゼータガンダムにするために、優先的に経験値を集中させるんじゃないかいな。悲しいかな。経験値の入らないメガバズーカランチャーは使いません。使っても、攻撃力が5000しかなく、旧ザクすらも撃破できないというしょっぱい仕様。おそらく、ゲームバランスを壊さないための処置なのだと思うのだけども、実際、弱っちいユニットをレベルアップさせる際に使うくらいが関の山。少なくとも、ダブルゼータガンダムの、ハイメガキャノンくらいの威力がなけりゃおかしくねと言われてたのも当然だろう。そうだろう。とにもかくにも、百式は、100年使えるモビルスーツであることを願って付けられたなどと、長野守氏の書いた漫画を売り込みたかった、角川書店が関連書籍で創作したのはいいけども、実際には、1年も経たないうちに限界が見えたとファンに言われたもんざいもん。ところがぎっちょん、10年は夢のよう、100年は夢また夢。すでに、百式の初登場から35年が経過し、その知名度が衰えることを知らない状況。ひょっとしたら、100年先も現役で存在するかもしれないのでござんすよ。はい。そんなもん、わかるかーい。